小滝川翡翠峡の翡翠原石本校では、新潟県糸井川市とその周辺における翡翠の生成と地学的検知、そして利用の歴史などについて取り上げる。糸井川市近辺で産出される翡翠は、5億2000万年前に生成された。長い時間を経て、原産地周辺では翡翠を利用する文化が芽生えた。その発祥は、 約7000年前の縄文時代前期紅葉まで遡ることができる。これは世界的に見ても最古のもので同じく翡翠を利用したことで知られるメソアメリカのオルメカ文化とマイア文明よりはるかに古い起源を持つ。翡翠文化は原産地である糸井川を中心とする北陸地方で著しい発展を見せた。翡翠製の玉類などはその美しさと貴重さゆえに 維新剤として尊ばれた。翡翠製品の完成品や原石類は縄文時代、弥生時代から古墳時代を通じて近隣地域だけではなく西は九州、沖縄、北は青森や北海道、さらには海を越えた朝鮮半島にまで広く流通した。奈良時代になると翡翠の文化は急激に衰退していき、やがて完全に姿を消した。その後は日本には 翡翠が産出しないという説が出るほど、糸井川さんの翡翠の存在は忘れ去られていた。1935年、約1200年の時を隔てて翡翠が糸井川で再発見された。以後の考古学的調査や科学的分析などを集積した結果、縄文時代以降に日本で利用された翡翠はそのすべてが糸井川さんであることが明らかになった。2016年、 日本鉱物科学会は翡翠を国石として選定している。翡翠は主として翡翠奇跡で構成される石であり、中でも美しいものは宝石として利用されてきた。翡翠は産出量と品質、そして利用されてきた歴史の古さと地域の広さから日本で産出される宝石類の中でも最も重要なものである。日本では 糸井川を含めて2018年の時点で12カ所の翡翠産地が確認されているが、中でも新潟県糸井川市とその周辺の翡翠産地は縄文時代から利用されてきたという歴史がある。そのうち美しい翡翠を産するのは糸井川を除けば若桜、利根渓谷、大谷である。ただし、糸井川以外の地域で算する翡翠は利用された形跡が見当たらない。 翡翠軌跡の比重は3.2と比較的密度が大きい石である。また、モースコ度ドは6.5から7と宝石の中では比較的高度は低めであるが微細結晶が絡み合う構造を持つ翡翠軌跡は壊れにくさ、割れにくさという点では宝石の中でも上位に位置する。小滝川翡翠狂前慶糸井川とその周辺の主要翡翠産地は 姫川、大見川の流域と両河川が流入する日本海沿岸である。口述のように、姫川、大見川の下流域から日本海海岸の悲水は原産地から流出、運搬、堆積したものであって、悲水原産地はそのほとんどが糸井川市内の姫川、大見川の中上流域である。ただ、長野県白馬村の白馬岳八方大根北方の ジャモンイワメランジュ内と長野県小谷村を流れる姫川支流である浦川流域にも少量の翡翠が確認されている。長野県北西部から新潟県南西部を北流し、日本海に注ぐ姫川の中上流域に翡翠の原産地が確認されている。前述の長野県白馬村、小谷村の翡翠産地も姫川上流域にあたる。中でも姫川支流の小滝川中流域には、 翡翠の天石が現存していて、1956年に小滝川鉱玉山地として天然記念物に指定されている。これら姫川流域の翡翠は、ジャモンイワメランジュ台内に産出する。姫川の西側、新潟県南西部を北流する大海川流域にも、翡翠の原産地が確認されている。やはり、姫川流域と同じく、翡翠は、 ジャモンイワメランジュ体内に産出する。大見川流域の翡翠産地で最も大規模なものは、橋立の翡翠産地であり、姫川市流小滝川中流域と同じく翡翠の天石が現存しており、1957年に大見川鉱玉産地として天然記念物の指定を受けている。大見川流域の翡翠原産地の発見は1954年のことで、 発見後比較的短期間で天然記念物の指定を受けたため、発見後に洞窟の被害を受けたとはいえ、小滝川の翡水原産地よりも良質の翡水が残っている。糸井川周辺の翡水産地と翡水がよく見られる海岸線の地図。翡水がよく見られる海岸線は地図上で青い太線で表示している姫川と大見川の中、上流域の翡水原産地から流出。 運搬、堆積された、結果、両河川の中流から下流域、そして東側は、糸井川市山和川海岸から、西は、富山県、朝日町の宮崎海岸までへの、約40キロメートル間の日本海海岸沿いで、被水が確認できる。遺跡からの加工前の原石湿度状況から、縄文時代以降の古代における、糸井川畜産の被水利用は、姫川、 大見川の川口域並びに日本海海岸に堆積した翡翠の粒ぶを採集したものであると考えられている。なお、小滝川や大見川と同様に翡翠を含んだ蛇紋岩メラン樹体が翡翠海岸の海底にも分布しているのではないかという説が見られる。この層から波の各拌作用によって翡翠を含んだ蛇紋岩が海岸に打ち上げられると考えられているが、 海底の地質については明らかになっていない。常日のように、糸井川市とその周辺に産出される翡翠は、もともとは、ジャモン・イワメ・ランジュ内にあったものである。かつて、糸井川周辺で産出される翡翠は、翡翠とともに、ジャモン・イワメ・ランジュ内に含まれる、結晶変岩の分析により得られた、生成年代などから、約4億年前から3億年前頃に生成されたものと考えられていた。 しかし、口実のように、蛇紋岩メランジは、地中深くで生成された蛇紋岩の岩体が、周囲の様々な種類の岩石を取り込んでいくことで、形成される。つまり、蛇紋岩メランジの中に取り込まれた翡翠と、結晶変岩が、同時期に生成されたものとは限らない。そこで翡翠そのものの生成年代を直接測ることが、求められた。年代を直接測定する際、 翡翠内に含まれるジルコンに着目した。糸井川さんの翡翠に含まれるジルコンはその正常から判断して翡翠と同時に生成されたと考えられる。ジルコンの資料をウラン・ナマリ法を用いて年代測定を行ったところ約5億2000万年前のウルドビスキに生成されたとの結果が出た。糸井川の翡翠が生成された約5億2000万年前という年代は 岡山県新見市大佐山に算する翡翠と共に確認されている中では最も古い年代に生成されたものである。つまり、糸井川の翡翠は世界最古の翡翠である。翡翠はもともと高温高圧化の変成作用の結果、総長石が翡翠奇石と石英に変成して生成されると考えられていた。この従来の翡翠生成説では翡翠と同時に 必ず石英が生成される。しかし、糸井川の翡翠のみならず、日本国内、そして世界的に見ても、翡翠と石英が同時に確認できる例に乏しく、従来の生成説は実際の翡翠の山上から見て大きな矛盾があった。結局、翡翠は早朝石から生成されたのではなく、別の原因で形作られていったものと考えられるようになった。 翡翠の原石を丹念に調べていくうちに、時系結晶と呼ばれる形の整った結晶が確認された。時系結晶は液層、内視層の中で結晶が成長していくプロセスを経て形成されていく。つまり翡翠は液体内視体の中で成長していく過程を経て生成されたことが想定される。また、翡翠の時系結晶のそばには、相打不積が確認された。 不石は熱水から生成される代表的な鉱物であり、このことから、ヒ水は熱水から生成されたのではないかとの説が唱えられるようになった。その他、ヒ水の中に熱水が割れ目に入り込んで結晶したものと判断される脈状の構造が確認されており、これらの証拠から低温高圧の環境下でヒ水は熱水から積出されることによって生成されたと、 考えられるようになった。具体的には海洋プレートが沈み込んでいく沈み込みいで、翡翠は生成されると考えられている。沈み込んでいく海洋プレートは温度が比較的低く、その上沈み込んでいく過程で脱水されていくため大量の熱水が生み出される。翡翠は沈み込んでいく海洋プレートの直上という比較的低温かつ高圧。 そして豊富に熱水が供給されるマントルの観覧岩が熱水によって蛇紋岩化されるような場所で生成される。しかし熱水によって翡水が生成されたとの説にも難点がある。それは糸井川の翡水の中にも見られる大きさが数メートル、重量にして100トンを超える巨大な翡水がある点である。熱水から翡水が積出されるとして、 果たしてそのような巨大な翡翠が積質されうるのかが疑問視されている。この点については熱水による変成作用で他の岩石が翡翠に変化したのではとの説が唱えられている。日本列島の歴史は約7億年であると考えられている。約7億年の歴史は大きく分けて3期に区分される。約7億年前、超大陸ロディニアの分裂筋、現日本は 南中国地界と北米地界との間に挟まれた地域の中で南中国地界付近に位置していたと考えられる。この時点で南中国地界の大陸園にあった現日本は大きな地殻変動に見舞われることがない受動的な大陸園であったと見られている。約5億2000万年前、現日本に大きな変化が訪れる。海洋プレートの沈み込みが始まったのである。 それまでの受動的な大陸園であった現日本は、一転、活動的な大陸園となって、作り山運動が始まり、成長していくようになる。その後約5億年、活動的な大陸園の時代が続いた後、約2000万年前に、セコ解剖である日本海の拡大開始に伴い、大陸から離れ、東湖としての日本列島が形成されていき、現在に至っている。 約5億2000万年前といえば、糸井川周辺、そして岡山県新見市の大佐山で翡翠が形成された時期にあたる。糸井川と岡山県新見市という離れた場所から熱水活動の証拠と考えられる翡翠が確認されるということは、約5億2000万年前の現日本では広範囲で熱水活動が見られたことを示唆している。これまでの受動的な大陸園であった原日本で、 海洋プレートの沈み込みが始まり、プレートが地殻深部、そしてマントル上部に持ち込んだ水によって熱水活動が始まり、それに伴い地表から約 30km 一心で、悲水が生成されていった。前述のように糸井川で産出される悲水の生成年代は、岡山県新見市大佐山の悲水とともに、約5億2000万年前と確認されている中では、 世界最古のものである。糸井川の翡水が生成される以前の地球はマントルが現在よりも高温で、プレートの沈み込み体の温度が低温高圧という翡水の形成条件よりも高かったと考えられている。約6億年前以前の地球では翡水は生成されなかったと考えられている。翡水以外にも低温高圧化の環境での編成作用で生成される青色変顔も マントルの温度が低下した約7億5000万年前から生成されるようになり、6億年前以降に広く生成されている。プレート沈み込み帯の蛇紋岩が生成されるような場所では、通常、翡翠も生成されると考えられている。そうなると地球上で翡翠が生成される場所は、決して少なくはない。しかし実際には、翡翠の分布は限られている。 これは沈み込み体の約3 0キロメートル以上の深さで生成された翡水が地上にまでもたらされることが稀な現象であるからだと見られている。つまり約5億2000万年前に生成された糸井川の翡水は何らかの理由で地表までもたらされるという比較的稀な現象が起きたことになる。2億年間近く糸井川の翡水が生成された海洋プレートの沈み込みは 大きな変化なく持続していたと考えられている。そして沈み込みが持続していた約2億年近くの間、沈み込む海洋プレートが大陸側のプレートを削り取る構造侵食作用も継続していた。その結果として、プレートの沈み込み体で成長する、一般的に約100から2 0 0キロメートルの幅で形成される地質体の多くが削り取られるという結果を招いた。 構造侵食作用の結果、沈み込む海洋プレートと大陸プレートの間に水が浸透しやすくなる。そのためマントルの観覧岩の蛇紋岩化も持続していく。また蛇紋岩はプレートやマントルよりも密度が低いため、浮力を生じて沈み込みたいで生成された翡翠などの周囲の岩石を巻き込み、様々な岩石を取り込んだ蛇紋岩メランジを形成しながら上昇していく。 ジャモン・イワメランジュはしばしば海溝の斜面付近まで上昇することが知られている。翡水などを取り込んだジャモン・イワメランジュが上昇していく中で、現日本列島に新たな大きな地殻変動が発生した。約3億5000万年前の石炭紀以降、現在のアジア地域を形成する複数の地懐が、南半球や低移動から北へ向けて一斉に大移動を始めた。 この大移動の原動力はマントルに発生した大規模な加工流であり、地界はその流れに巻き込まれるように移動したと考えられている。この現象は石炭期に続くペルム期、三畳期も継続し、地界が移動していく中で約2億4000万年前から2億3000万年前の三畳期中期に、現日本の大部分を占める南中国地界と平体など、 北中国地界の衝突が発生した。翡翠を取り込んだジャモン岩メランジは、その南中国地界と北中国地界との衝突によって、地下から押し出だされるようにして地上近くへと上昇してきた。糸井川地域の翡翠を含んだジャモン岩メランジは、三上期中頃以降も、約2億年前から1億年前の間、そして約1億年前にも上昇していることが、 確認されている。つまり、翡翠の地表近くまでの上昇は、計3回発生したと考えられている。これは、ヒダ台イや大陸側のプレートが翡翠を含んだ、ジャモンイワメランジを地表近くまで押し出す作用が、断続的に働いた結果であると見られている。また、糸魚川地域は、ヒダ台イや大陸側のプレートが押す力を、正面から受ける位置にある。 やはり5億2000万年前以降に翡翠が生成された岡山県大佐山周辺は側面から受ける形となる。そのため、糸井川地域はより強い力で地下から多くの翡翠を含んだジャモン岩目乱ュが絞り出されることになり、他の地域よりも多くの翡翠が地表近くまでもたらされることになった。新生代の約2500万年前、東アジア直下で、 比較的小規模なマントルプルーム活動が始まった。その結果として、大陸地殻内に断裂による地交代が生じ、日本海、バイカル湖などに成長していく。中心予行期の約2000万年前から1500万年前には、日本海の拡大によって、日本列島はアジア大陸から切り離され、現在の東湖の形となった。ところで、日本海の拡大時に、 拡大軸と直行するトランスフォーム断層が発達し、唐庫となった日本列島の中央部に深い断裂が形成された。この断裂が東北日本と西南日本の地質的境界線となるフォッサマグナとなっていくそして約300万年前以降、中部から東北日本にかけて圧縮する力が働くようになった。その結果、中部から東北日本は、 全体的に隆起するようになり、比較的海が多かった状態から陸化が進み、山脈が形成されていく。このような中で形成された山脈の一つが、日田山脈である。日田山脈の隆起は、約270万年前から始まったと考えられている。日田台や大陸側のプレートに押し出られるようにして、地表の比較的近くまで運ばれていた。 糸井川周辺のジャモンイワメランジュ中の翡水は、日田山脈の形成に伴って高所に位置するようになる。翡水を含んだジャモンイワメランジュは、古生代に形成されたものであるため石自体は硬い。ものの、長年にわたる様々な地質変動の影響を受けて、脆くなっている。そのため高所に位置するようになったジャモンイワメランジュはしばしば崩壊や、土石流を引き起こすようになった。 翡翠は比較的密度が高いため、崩壊や土石流によっても他の密度が比較的低い岩石よりも流されにくく、山中に残りやすい。しかし大規模な土石流が発生した場合などはやはり山中から流出する。飛騨山脈の流気のスピードは速く、山脈は急速に高度を増していき、その結果として大規模な土石流や崩壊がしばしば発生するようになった。 山中から流出した翡翠は途中河川で削られながら海岸までもたらされる。その結果、糸井川周辺では河川や海岸に翡翠の原石が存在するようになった。考古学においては翡翠といえば公玉を指し南極は翡翠とは呼ばない。本校においても単に翡翠という場合は公玉のことについて記述することとなる。世界で翡翠を産出する地域は 日本以外では、ミャンマー、ロシア、カザフスタン、イラン、グアテマラなどである。そのうち、日本、ミャンマー、ロシア、グアテマラに算するものが、良質の翡翠と評価を受けている。翡翠を利用する文化は、日本、朝鮮半島、中国、ヨーロッパ、そしてメソアメリカに存在する。このうち、ヨーロッパの文化は翡翠を道具として用いたものである。その他の地域では、 装飾としての翡翠文化が発達した。時代的にはメソアメリカでは約3000年前のオルメカ文化と約2000年前のマヤ文明など、朝鮮半島では約1600年前、中国では清王朝の約250年前とされる。中国では約7000年前からネフライトを使った玉の文化が存在していた。中国で ジェダイトが使われるようになったのは17世紀の終わりから18世紀の初めで、ミャンマーで発見された玉石の美しさが王公貴族の心を捉えた。その中でも緑色のジェダイトは水玉と呼ばれて王室でも好まれ、やがて王公貴族のみならず、中国全土で愛好されるようになり、旧来のネフライトは帰り見られなくなった。メソアメリカのヒス文化は、 オルメカ文化やマヤ文明などで栄えた。翡翠は神聖な石として尊ばれ、アステカ神話の文化神、濃厚神であるケツァルコアトルは翡翠とか変わりが深く、蜘物には鳥、蛇、蝶の他に翡翠が捧げられた。これらの文明に現れた翡翠は長きにわたって産地が不明であったが、1955年にグアテマラで産地が発見された。日本での利用例は、 約7000年前の縄文時代前期紅葉まで遡ることができ、これは世界的に見ても最古のものである。蛍光 X 線分析の結果などにより、縄文時代以来、日本で利用される翡翠はすべてが糸井川さんのものであることが判明している。翡翠の色合いには様々なバリエーションが見られるが、緑色が最も象徴的とされる。 糸井川で産する翡翠は緑色の他に白、薄紫、青、黒などの色合いを持つ。古代日本で花開いた翡翠文化は緑色のものを尊び、その他の色の翡翠は使われなかった。その意味するところは緑という色は第一の豊穣と生命、そして魂の再生を可能にすると信じられていたためという説がある。すでに述べた通り糸井川産の翡翠は 縄文時代前期紅葉にはすでに利用が始まっていた。原材料となった翡翠は原産地のある山奥ではなく河原や海岸で拾ってきたものと考えられている。確認されている日本での最古の利用例としては、新潟県伊東井川一田海にある大門地遺跡で発見された翡翠製のた,たき石が挙げられる。大門地遺跡は縄文時代前期及び古墳時代中期の遺跡であり、 寺地遺跡と約700メートル離れている。2005年、北陸新幹線の工事に先立つ発掘調査で、この叩き石が発見された。発掘当時は、表面が白く風化していたものの、暗所で光を照射して調査したところ、透明度の高い極めて上質な翡水原石である、ことが判明した。大門地遺跡の叩き石は、世界最古の翡水利用であると同時に、 宝石の利用例としても、世界で最も古いものの一つと評価されている。翡翠大衆大角地遺跡での利用は、宝石としてではなく、高比重で強靭な翡翠の性質に着目して、叩き石として使ったものであった。装飾品としての利用は、約6000年前に現れている。当初は、大衆とそれより小さい垂れ飾りが作られ、マガ玉の出現はそれよりも後であった。 2009年に、富山県富山市呉れ波町北、道市呉れ波昭和町に所在する小竹海塚で、翡翠製の垂れ飾りが発見された。この垂れ飾りは、鮮やかな緑色を呈した、良質の翡翠で作られたもので、先光の痕跡は見当たらないが、表面の一部は研磨されている。形状については、太さと長さの比率が1対6という細長い形である。 海岸や河川で見られる、翡翠原石には、このように細長いものは見られない。そのため、翡翠原石を人為的に割っていた形状と考えられている。類似した形状の垂れ飾りは、新潟県柏崎市の大宮遺跡でも1994年に発見されている。大宮遺跡での発見例は、小竹貝塚と同時代の世界最古の装飾品としての、翡翠利用例である。 翡翠は強靭な構造のために、先行や研磨などの加工が困難であり、多大な時間と手間を要したことが推定される。ヒ水性製の大衆やマガ玉には、加工方法が未だ不明なものがかなり存在する。翡翠製の玉の生産は、縄文時代早期から前期末にその源があり、最盛期を迎えたのは、縄文時代中期になってからである。糸井川地方及び、 富山湾沿いの地域では、まず縄文時代早期末には、活石を材料とした耳飾りの生産が始まった。中期の生産で主流となったのは、長さ5から10センチメートル前後の大種であった。翡翠原石の加工場として、全室の大角地遺跡の他に、長蛇ヶ原遺跡、寺地遺跡、細池遺跡、堺永遺跡などが知られる。これらのうち、 長者が原遺跡は発掘調査と研究を通して、縄文時代以降の翡翠製品がすべて日本産であることを立証した点でとりわけ重要な位置を占めている。これまでの調査で、出土品から翡翠などの玉類や蛇紋岩の石符の生産と交易の拠点的存在であることが判明した。蛇紋岩製の石符は、艶やかな外見に加えて切れ味も鋭く、 高級品として流通していたものと推定される。加えて、石符の作成技術は、やがて翡翠の装飾品作りにも活かされることになっていった。玉類とその生産に関わる出土品では、活石性耳食類や水玉類、翡翠製性の大種の製作過程を示す原石や、大種の未成品、工具類が見つかった。翡翠とジャモンガンは共に、 姫川の流域で産出される特産のもので、川口や海岸で採取した原石が姫川から約 3km 離れた、この遺跡まで運搬されてきた。原石は、翡水性のハンマーで形を整え、砂岩性の砥石で研磨されて様々な製品に姿を変えて、日本各地に運ばれていった。やがて製品だけではなく、翡水の原石も運ばれていき、各地で加工されるようになった。 翡翠大使ここで縄文時代の翡翠出土例として天神遺跡と山内丸山遺跡を取り上げる。天神遺跡は縄文時代前期から中期の遺跡で八ヶ岳南陸の標高800の850メートルのところに位置する。1982年の発掘調査で翡翠製の大使が発見された。この大使は完成品としては日本最古のものとされる。 全体の形は海岸に散する翡水転石の形状をほぼとどめて表面は研磨され直径が表8ミリメートル、裏4ミリメートルの穴が貫通している。三内丸山遺跡の翡水生体種は潰れた球形の形状が特徴的なものが出土し最大の出土例のものでは直径6.5センチメートル、高さ5.5センチメートルに及んでいる。山内丸山遺跡では 被水性の耐衆未製品や被水破片の湿度が見られ、糸井川から約 600km 離れた、この地でも被水製品の加工が行われていたことが明らかになった。これらのように広範な湿度の分布から見て、被水を扱う公益ネットワークの存在が示唆される。研究の初期段階においては、被水性耐衆が原産地の糸井川を中心とした同心円状に広く分布し、 湿度の量についても原産地から離れるほど少なくなっていくとの仮説があった。しかし1980年代以降に関東地方や中部地方などでの悲水生態種に関する資料の蓄積が進展するにつれてこの仮説には次第に否定的な見解が増えていった。木島勤とむは悲水の玉の湿度分布を詳細に調べ同心炎上ではなく ピンポイント上に広がっていることを指摘した。原産地の糸井川に比較的近い山形県、秋田県、福島県での湿度が比較的少なく逆に距離の離れた長野県の稲谷や八ヶ岳山麓、茨城県の中川流域、さらには青森県や北海道でも湿度例が多く知られている。栗島義明が指摘する新たな説は原産地を起点として 同心円上ではなく帯状に連なったジェイドロードと形容される分布経路の存在である。栗島は糸井川周辺を起点として松本平、諏訪を通り、八ヶ岳の南麓を経由して、山梨から関東西部に帯状に伸びるルートと、糸井川から日本海の海岸に沿って上越平野から長岡付近に続き、その後分岐して、 群馬県に通じるルートと合津盆地経由で、福島県の中通りや栃木県の那須方面に至るルートの存在を推定した。翡翠は維新材として貴重であるがために、原産地から遠く離れるほど価値や評価が増大していった。それを裏付けるように10センチメートルを超える大型の大衆や色合いや透明度に勝る油品の翡翠は、原産地から遠隔地まで運ばれていたことがわかる。 遠隔地での大型被水大象の出土例として、岩手県、ワイナイや山形県、今塾、栃木県をカヒラが知られる。いずれも、糸井川からは 200km 以上も離れた遺跡での出土例で、ワイナイは 500km 以上直線距離でも離れている。被水製品は一般的に交益品と考えられている。ただし、原産地である糸井川地方から、 富山県東部に存在する玉作遺跡からは、公益の見返りとしての他地域からの異物の湿度は見られない。異物として湿度しない、食料品が見返りだったと仮定しても、縄文時代の糸井川地方は、気候と環境が安定していて、物質的、経済的に豊かだったため、わざわざ食料品と交換したとは考えにくい。木島つとむは、悲水製品について、 贈与品の役割を考え、立川陽妃氏なども行事における、贈答品や部族社会における、艦隊の役目を果たしたものと推定している。この場合、贈答品として、被水製品を受け取った側がさらに他の地方に送る、ことによって、遠方まで分布範囲が広まった可能性が指摘される。各地で見つかった、被水製品のうち、大衆は母校からの出土例が多い。大衆は、 日常の送信具として使用するには大きくて重いため、呪術的な役割が大きかったものと推定される。加えて、翡翠製品は、集団統率の象徴としての一心在的な一面を持ち、その美しさと貴重さにおいて重要視された。縄文時代前期紅葉に始まった、日本国内での翡翠利用は、後期全容までは利用の中心が、中部地方から東北地方。 そして北海道南部や伊豆諸島の八丈島にまで分布していた。この時期、西日本では国わずかな利用例が見られるのみであった。縄文時代後期中央から晩期には、九州や沖縄にも利用例が広がっているが、近畿地方や中国、四国地方では利用例が非常に少なかった。この時期になると、翡翠の建石と加工技術も、 遠方の地方にまで伝わり、原産地である糸井川地方や富山湾周辺以外でも、翡翠の玉類を製作するようになった。縄文時代番記には、翡翠を含めた玉作遺跡は、石川県を生端とし、秋田県を東端として広がっていた。翡翠製マガタマのレプリカ縄文時代番記の遺跡には、翡翠製の玉製品の出土例が多く見られる。しかし、 弥生時代の遺跡では、翡翠の出土する例はそれほど多くない。寺村光春は、弥生時代前期遺跡について、翡翠性の遺物が絶無とまでは言えないものの、ほとんど見られないことを指摘している。弥生時代前期に、翡翠製品の出土例が少ない理由としては、翡翠が使用されなかったというわけではなく、伝製品として、 大切にされながら次の世代に受け継がれていった例が多かったためとの推定がある。弥生時代の翡翠利用分布は縄文時代とはかなり異なっていて、北日本での湿度例が少なく、中部地方から西日本での湿度例に中心が移っている。この時代の湿度例はどの地域においても太平洋側では少ない。翡翠製のま玉は縄文時代に作られ始めた。 初期に制作されたものは、獣形マガタ玉や糸口締め形マガタ玉であったが、やがて C1 型のマガタ玉が出現した。弥生時代中期の非水性マガタ玉の出土例として、知られるものに、佐賀県唐津市の浮き組み遺跡がある。この遺跡では、弥生時代中期を中心とする、亀冠墓が約150基以上確認された。これらの亀缶墓からは、道剣、道穂とともに、 翡翠性や壁玉性のマガ玉が発見された。発見されたマガ玉は縄文期の特徴を示す獣型や糸口締め型の他に長寿型も出土している。これは翡翠性のマガ玉が時代を超えて受け継がれてきたことを示すものである。寺村は弥生時代前期に翡翠の玉がなく中期になると急増することについて一つの謎と言って良いと記述している。 その謎について、寺村は小林幸夫と森定次郎の説を取り上げた。二人の説に共通するのは、弥生時代の前期には、翡翠製マガ玉は伝生されていたが、中期の前半になって東日本、または九州地方にあった伝生品の翡翠製マガ玉が収集されて、墓に埋納されたということである。古墳時代においては、大部分の翡翠がマガ玉に加工されている。 翡翠のマガタマは他の石で作られたマガタマより、はるかに貴重とみなされ、首飾りの中心だったとの推定がある。首飾りについては、弥生時代の風潮を受け継いだものと考えられている。藤田良作は、古代第25.26号に発表した論考・工業問題の再検討で、縄文時代はともかくとして、古墳時代に見られる翡翠は、日本産以外のものではないか、 という疑問を抱いた。藤田がその理由として挙げたのは、おおよそ次の4点である。原産地である、糸井川地方には、古墳時代の翡翠玉作遺跡が未発見である。古墳時代の翡翠星マ玉は、近畿地方及び、それより西に多く見られ、朝鮮半島南部でも多数発見されている。玉作部などに、翡翠は伝わっておらず、伝承も見つからない。 原石だけの遺質であれば問題は別になるが、古代の糸井川地方が文化史的に恵まれていたという証拠が何ら見当たらない。藤田がこの疑問を抱いた時期は、糸井川市の長者が払い石が縄文時代の翡翠玉作遺跡であることが明らかになった後だった。しかし、弥生時代から古墳時代の翡翠玉作遺跡がほとんど知られておらず、完全な工房の発掘例も存在しなかった。 考古学会では、この二つの時代の翡翠玉作遺跡を探求し続けていた。藤田の疑問と古墳時代の玉作遺跡については、1966年から1967年に解決を見た。1966年10月、糸井川地方にほど近い浜山遺跡が発見され、調査の結果、マガタマなどの玉類39点、翡翠、滑石などの完成品や、 未製品、さらに原石が数多く発掘された。寺村によると、当時古墳時代の翡翠玉作遺跡は先に述べた、大門地遺跡くらいしか知られていなかった。翌年4月18日から始まった本格的な調査によって、 ほぼ完全な翡翠工房跡が一件分と、翡翠製マガ玉と未製品など、玉を磨く砥石や翡翠を割るハンマーとしての叩き石、そして一部が欠損しているものの、翡翠の穴開け加工に使われたと推定される、水上の湿度物、タガネの破片かと思われる鉄器が見つかっている。浜山遺跡は古墳時代中期のもので、翡翠工房の完全な発掘例として、日本初のものであった。 中国の史書、三国志の中で、当時の日本列島にいた和人の収族などを記した、義師和人伝には、青大工玉のことが記述されている。同書では、卑弥呼の死後に、女王の座についた、うつが、白玉五千個青大工玉二枚を義に献上したことが見える。献上品の、白玉は真珠、青大工玉は、翡翠のま玉と考えられている。 漢字の意味を厳密に扱う中国においては、玉は山に産するもの、玉は川や海に産するものを意味している。翡翠自体は山から産するものであっても、人々が送信具として手を加えた。翡翠原石は遺跡からの出土遺物が示す通り、河原にあった天石や川を下って海岸にたどり着いた、表石を拾ってきたものである。寺村は、儀の朝廷が、 健上品の翡翠イマガタマを見て驚き、どこで取れたものかと尋ねた際に和人が、海や山で取れますと答えたのであろうと推定した。寺村は、儀式和人伝の記述について、翡翠の加工品が和の特産品として注目されていたことを示す、資料との考えを示した。ただし、翡翠について記した、明らかな文献は残されていない。縄文時代に始まった翡翠の装飾品としての、 利用は古墳時代までに耳飾り、指輪、腕輪、首輪、足飾りなどに用途が広がり、遠くは朝鮮半島まで分布が見られるようになった。古墳時代に翡翠まがたまは各地の古墳に服装されており、6世紀末期以降にナルトアスカデラなど寺院の塔の真祖に埋納される例が確認されている。そして小僧院の魚物にも古墳時代のものと考えられる。 伝生品のマガタマが収められている。朝鮮半島の翡翠利用は三国時代に確認されている。九ダラかやそして、白木の4世紀から6世紀前半までの間、有力者の墳墓と考えられる古墳から翡翠製のマガタマが数多く発掘されている。中でも白木は、王領や王族のものと考えられる有力古墳から出土した金星の冠に、 翡翠イマガタマが飾られており、慶州の金冠塚古墳から1921年に出土した57個の翡翠イマガタマに飾られた金冠などがよく知られている。ただし、朝鮮半島では翡翠の産地は発見されていない。そして、朝鮮半島から出土する翡翠は糸井川産である。これは、当時の日本と朝鮮半島の間に、 翡翠の交易があったことを示すものでもある。寺村は翡翠製のマガタマについて対外関係からの考察を試みた。翡翠製の玉は日本国外では朝鮮半島のみに出土が確認されている。日本の古墳時代においては4世紀頃の前期には翡翠製マガタマが多く見られるが中期になると減少していき、古墳時代後期になると翡翠製ではないマガタマが 増加している。逆に、朝鮮では、中期に差し掛かると、非水性のマガ玉の湿度が増えている。機内地方では、非水性マガ玉の減少に、反比例するように、鉄製品の湿度例が激増している。これらの状況から、寺村は韓国で湿度する、非水性マガ玉は、鉄製品の見返りとしての移出品と考えた。寺村の考えには、角田聖一も、被水マガ玉が、 白木で製作されたと考えるよりも、完成品のま玉を一括して入手したであろうと賛同した。福井建作、観音像東部流星を極めた、翡翠文化は、奈良時代には急速な衰退を迎えた。原産地である糸井川では、古墳時代に翡翠製のま玉作りが終了した。そして、奈良時代における翡翠の最後の使用例としては、奈良市にある、 東大寺北家堂の本尊、福建作、観音立像が知られる。天平年間造流と推定される。この立像は、頭部に銀製の冠を乗せている。冠の中心部には高さ23.6センチメートルの毛物が一致し、銀の板と銀製の太い針金、銀金,金具で構成されている。冠の頂上部には、火炎付きの宝珠が乗り、 様々な材質のマガタマなどが銀線でつなげられている。この冠に使われた宝玉の数は2万数千個に上るといい、その豪華さから世界三大宝冠の一つに数えられている。冠の正面情報からは、宝玉の連なりからなる洋楽12本が垂れていて、その先端からマガタマが追加している。中央に位置する洋楽の先端部は破損のため失われているが、 残りの11本のうち7本ないし8本には、攻玉のまが玉が追加し、残りの3本は、茶色の小白星まが玉である。福井検索、観音立像の冠を最後として、日本の歴史から、翡翠は姿を消している。約6000年続いた、翡翠文化が消滅した理由は不明とされるが、仏教の伝来に関係を求める意見がある。538年。 くだらからもたらされた仏教をめぐって、受け入れをかとする蘇我氏が、権力闘争に打ち勝ち、伝統的な神々の祭祀を重んじいる物のべしや、中富の氏を、政権から排除した。それは同時に翡翠を、異神罪としてその霊力や価値を尊んできた人々の、失墜であった。翡翠は、仏教の伝来前に、長きにわたって尊ばれてきたものだったため、仏教を広めていく立場からは、 都合の悪い存在でもあった。飯田光一は、次長、翡翠において、翡翠が歴史上から消えた理由を考察している。彼の推定は、西日本経由で大陸から、翡翠探索の大集団が侵入してきたことを、察知したため、翡翠そのものを隠匿せざるを得ない状態に、至ったのではないかという考えである。朝鮮半島でも6世紀前半までは盛んに古墳に、 服装されていた、ひすい頭がたが、6世紀中期以降、服装が見られなく、なっていく。やがて7世紀には、日本と同様に寺院の塔の真相に埋納する例が、確認されるようになる。そして8世紀から9世紀の統一白木時代のものと、考えられている、手具の松林寺の塔から、ひすい頭がたが1個出土しているが、このま頭は、 三国時代の白木の古墳から出土した曲がと類似しており、伝製品内し出土品を利用した可能性が指摘されている。寺村は日本初期にある美マナの滅亡に言及し、この頃を契機として朝鮮半島との交流が交代することは確かであろう。ここに翡翠はその務めを終えたようであると記述した。古代の翡翠文化が忘れ去られたまま、日本は 明治維新を迎えた。日本各地の縄文時代から古墳時代にかけての遺跡や古墳から、翡翠の大衆やまが玉が見つかることは、すでに江戸時代から知られていた。著名な例として、1665年にマナ遺跡で発見された、翡翠製のまが玉が挙げられる。出雲大社の造営の際、命出身者の裏手にあった大石の下から同歩こと、共に発見され、 伊豆大社のま玉として名高い。ただし、当時は日本国内に翡翠が産することは知られておらず、加工遺跡も発見されていなかった。翡翠の産地と加工場所については、明治末期から昭和初期にかけて、考古学会で様々な意見が出されていた。そして、翡翠の原産地である糸井川では産出が途絶えたわけでもないのに、 その存在が忘れられて、良質の悲水原石が漬物石や屋根の重しなどに使用されていたほどであった。糸井川は鉱物資源が豊富な地域であり、大正時代には黒姫山の石灰石が石灰窒素の原料として採掘が開始されていた。大見川の流れを利用して作られた水力発電を使って石灰の製造が始まったものの、その大見川の河原に存在した。 翡翠原石には誰も注意を払わなかった。宮島博史は、この点について、糸井川を訪れた学者や鉱山関係者も翡翠に気がつくことなく、川や海にある美しい石が長い間、注目されなかったのは大きな謎ですと疑問を呈している。ただし、藤田良作によれば、地元の人々は、大正年間から小滝川の翡翠原石の存在に気づいていた。 1935年頃には、航空出願の計画も2.3あったというが、この原石が翡翠であることが確実になるには、河野義礼による研究の成果をまとめばならなかった。翡翠の産地については、日本国外産出説と日本国内産出説があった。日本国外説を唱えた学者のうち、高橋賢治、浜田耕作、樋口清八幡一郎らは、 ミャンマー、中国雲南地方、チベットなどからの都来を主張した。他方、後藤森和は産地を中国東北部やシベリアであるとした。原田義とは日本国外から翡翠が都来したのであれば、翡翠と共に都来したものが存在したはずとし、それがないことから日本国内もしくはその近くに未知の翡翠産地があると考えた。 日本国外説を唱えた高橋は、マガタマが日本独自のものであり、日本国外産の悲水原石を使って、日本国内で製作されたものと推定した。日本国外説を取る学者にも、後藤のように日本国内の産地調査の必要性を認める者がいた。また、当初日本国外説を唱えていた八幡は、後に原田の日本国内産出説に同調した。 八幡が産出の可能性が高いと推定したのは、岐阜県飛騨の高原川と長野県から新潟県を流れる姫川流域であった。青木重高監修の糸井川市第一巻では、糸井川では大正時代に2回被水の発見があったことを記述している。最初は1917年の秋のことで、青木自身が熱チ付近の道路で、 和だちの中に2個に割れた緑色の石を見つけている。青木は、当時旧西糸井川中学校2年生で、その石を同校で博物と地理の教師を務めていた、今井一郎に見せた。今井は即座に、これは日本にはない珍しい鉱物と言い,い、その石は校内に保管された。1923年にはその石を、八幡一郎が見たと言われる。 1951年12月31日付の新潟日報の記事によれば、後藤森和は1930年代に同行の鉱物表本質で富山県黒部峡谷国産の翡翠を見たという。ただし、後藤の見た翡翠が青木が採集したものと同一であるかは不明の、上、その後、青木の採集した翡翠は1945年頃を最後に行方がわからなくなった。 二回目は1923年のことであった。発見者は、八幡で、彼は、北陸旅行の際に、糸井川を訪問した。その際に、長者が原遺跡に立ち寄って、白色緻密で緑藩のある石を拾い、東京まで持ち帰った。八幡は、東京帝国大学理学部地質学教授の坪井、聖太郎にこの石の鑑定簿を依頼した。坪井はこの石について、 白色の石英岩であり、緑藩は変質鉱物と鑑定している。八幡は後の勤め先となった高木町にあった資源科学研究所でこの石を保管していた。しかし、この石も1945年5月に起きた山手大空襲で資源科学研究所もろとも消失した。宮島博は国石翡翠と日本の国石。 翡翠バラエティに富んだ鉱物の国において、二つの石について考察している。青木の発見した石について、道路の輪立ちで割れていたという記述から、宮島は、強靭なカワセミは、荷車で踏まれたぐらいでは割れないと耳を呈した。石を翡翠と鑑定した今井は、地質学の専門家ではなく、なぜ即座に、これは日本にはない珍しい鉱物と断定したのか、また、 なぜ学会に発表しなかったのか不明である。青木が石を見つけた当時、日本産の翡翠はないと考えられていた。50年以上が経過した1972年の新潟日報の記事によると、今井は日本にはない鉱物の名前を言ったものの、青木はその名前を嬉しさのあまりに聞き流していたという。宮島は、この記述について、今井が、 その後2年半以上同行に勤務していたことと、石が標本室に展示されていたことから、なぜ青木が再確認を行わなかったのかという点にも疑義を呈している。宮島は後藤が1930年代初めに見たという翡翠のつぶてについても検証し、国内でカワセミが発見されていない時期に翡翠原石が発見されていたことは、国内の翡翠産地の存在を示唆する。 極めて重要な証拠と考えられるとした。ただし、古藤はこの件について約20年を経過した1951年まで公表していなかった。八幡が発見した石もすでに失われていることから、坪井による鑑定の整合を問うことは不可能である。しかし、宮島は八幡や糸井川市教育委員会助言に、坪井が鑑定した石こそ実は翡翠だったのでは、 ないかとの記述があることを指摘した。宮島は、坪井の官邸について、寺村光春や藤田藤尾によって、翡翠が日本に算出しないという先入観や、不十分な官邸という意見があることを紹介した。ものの、ご官邸だと実証できない状況でのこの記述には、疑問を感じると記述した。長者が払い席で長期にわたって、発掘調査を担当した木島勤によれば、 同遺跡には、翡翠と石英岩の双方が存在するという。そして、坪井は1986年まで存命だったので、八幡や寺村が当時の鑑定方法について確認することも可能であったとする。沼川姫とその子竹中方命の増水彩発見のきっかけとなったのは、糸井川の出身で、都の西北、春よ来いなどの作詞で知られる文人。 相馬漁風のひらめきであった。相馬は、故郷糸井川への帰住後、島村宝月の葬儀に上京した以外には一生涯、東京に足を踏み入れなかった。帰住後の相馬は、領寒研究や郷土史の研究に没頭し、有志と共に、長者が原遺跡をはじめとする近在の遺跡の発掘に取り組んでいた。相馬は、布川という地名や、 沼川姫を祭神とする神社の鎮座を根拠として、古事記などに登場する沼川姫の基盤はこの地方にあると考えた。さらに遺跡発掘を通して、沼川姫と玉造寺の関連性に思い至たり、奈良時代を境に日本の歴史から消えた翡翠について、糸井川さんではないかと考えた。相馬は1935年の夏前、自宅を訪れた。 鎌上武雄にこの話を伝えた。鎌上は元糸井川警察署長で、その自分には対処側にある発電所の管理人を務めていた。鎌上はその日、発電所への帰路で伊藤栄造の家に泊まった。伊藤は鎌上の長女の岐阜にあたり、両家は親戚付き合いをしていた。鎌上が伊藤に相馬から聞いた翡翠の話をしたところ、伊藤はその話に興味を抱いた。 発電所の管理などで、時間のない釜紙に代わって、土地管のある伊藤が、被水探査を行うことになった。実際に探査を始めたのは、梅雨が明けて、川の水量が少なくなった同年8月10日であった。開始当日の調査範囲には、現在の小滝川被水橋にあたる地域も含まれて、いたが、この時は気づかずに通過している。伊藤は1日置いた8月12日に2回目の探査に、 出かけた。この時は、翡翠峡より、さらに上流部の小滝川を遡ってみたが、それらしい石は見つからなかった。伊藤映像が発見した、翡翠原石そこで、伊藤は、小滝川の本流だけではなく、支流にも炭酸の範囲を広げた。支流の土葬沢に分け入ってみたところ、小滝川との出会い付近に位置する滝の下にある、滝壺で、見たことのない。 青い綺麗な石を見つけることができた。後に伊藤が記したところでは、その重さは100ほどであった。持参したハンマーが小型だったせいでこの時は、米粒程度のサンプルしか採取できなかったため、伊藤は同月19日に大型のハンマーを携えて土葬沢に向かった。伊藤は5貫ほどの石をハンマーで割り取り、その中から300本目ほどの2個の石を相馬に届けた。 これを見た相馬は、これは翡翠に間違いない、と言って安堵した様子だったという。ただし、伊藤の記録では、相馬に翡翠を届けた日時が見当たらない。金子善八郎は、翡翠の再発見年について、1935年と1938年の二節があることを指摘している。比較的古い文献は1935年節を取っているが、 河野義麗による1939年の文献では1938年とされている。河野の記述が存在するにもかかわらず、第二次世界大戦後は、ほとんどの文献で1935年説を採用していた。河野義麗によって研究された、翡翠原石1939年6月、河野は、糸井川病院の院長である、小林総一郎から、 小滝川さんの緑色の石を送られた。石と前後して、その鑑定を行う手紙が小林から届いた。河野が河津祝助にその処置を訪ねてみたところ、上密自身が香港で購入していたミャンマー産の翡翠と比較を試みることになった。両方の石の白片を作成した上で、顕微鏡などで科学分析を試みたところ、緑色の石はまさしく翡翠原石であった。 河野は、上密から、山上調査のための出張を命じられて、同年7月に、糸井川を訪問している。仙台からやってきた河野を出迎えたのは、議定の小林のみで、相馬は、糸井川駅近くに居住していながらも出迎えに行かず、彼と面会もしていなかった。そしてこの時の案内人は、発見者の伊藤ではなく、西首城郡根チ村の鉱山氏大町隆二が務めた。 河野は地元で発電所に勤める人からの話を聞き、土葬沢より、やや下流で、明城山の断崖下の小滝川の河原に、大きな翡翠原石の集積を見つけた。河野は1939年秋に調査と研究の成果をまとめ、学術雑誌、岩石鉱物鉱流科学に、本邦における河瀬めの新産出及び、その科学性質という論文を発表した。 河野の翡翠発見は日本国内では報じられず、わずかに論文発表の直後に考古学者の島田貞彦が旅順工科大学の地質学者である小倉つから糸魚川での翡翠発見を教えられたのみであった。島田がこの件について短報を書いたのはそれから1年半を経過した考古学雑誌第31巻5号であった。 そして一般に報じられたのはさらに時間の経過した1943年5月2日付の朝日新聞の紙面で発見場所を新潟県防警告と記述し、小滝川の名も現地の地名も出てこない記事であった。多数を占めていた1935年、再発見説は1976年の糸井川市第一館の発行を境に、ごくわずかの例外を除いて、 再発見年の記述が1938年に変更されていた。その契機は、糸井川氏氏を監修し、実質的な執筆者でもある、青木茂隆の記述によるものである。青木が、翡翠の再発見史を執筆するときに、メインの資料として使ったのは、伊藤による、翡翠発見当時の話という手書きの文章であった。筆薄発見当時の話が執筆された時期について、 竹の内港と宮島は記述の内容を検討した。その時期は小滝川工玉山地が天然記念物の指定を受けた1956年の後で糸井川市第一巻が発刊される1976年以前と推定された。伊藤は1887年生まれのため、彼が69歳から89歳までの時期となる。ただし、翡翠発見当時の話については、 その記述内容に疑義を呈する意見がある。金子は、翡翠発見当時の話に、翡翠発見の年月日やその時の様子がリアルに描かれすぎているため、かえって不自然であることを指摘した。そして再発見から20年以上経過してからの執筆であり、資料には使えないとした。その上で、金子は、伊藤が、相馬、鎌上、 河野などの地元名刺や学者などの名前をわざわざ使ってデタラメな記述をしたとは考えられないとして真実と虚実が混在していると推定した。伊藤が非水災発見の功労者として新潟県文化財保護連盟から表彰されたのは1969年83歳の時であった。表彰の時期がここまで遅れた理由は河野による1939年の論文。 本邦における川攻めの新産室及び、その科学性質に見られる発見者の記述に起因していた。この文献で、河野は、翡翠の第一発見者を、伊藤ではなく、大町隆二と記述した。この記述について、宮島は、河野の捏造や記憶違いなどではなく、単に案内人を務めた大町を、翡翠の発見者と誤認したものと考えるのが、妥当としている。 発見年については、国石翡翠の編纂作業の過程で、1935年の可能性が高いことが判明した。根拠となったのは、マスドミジュノスケによる1961年の文献、高岡本洋八郎先生と、青翡翠である。ますます富は1959年7月と11月に、糸井川を訪問し、小滝川翡翠橋や大見川翡翠橋。 電気化学工業大見工場や新越化学工業の小滝採石場などに立ち寄っていた。最初の訪問で、ますます富は、長島音吉から伊藤を紹介されていた。二回目の訪問でますます富は、伊藤の自宅に一泊した。宮島は、この訪問の際に、伊藤から、河野の文献に見える、被水発見者が事実とは、異なることを聞いたのであろうと推定している。 ますます富の文献は内容の重要性にもかかわらず長きにわたって渦漏れていた。それを発見したのはフォッサマグナミュージアム学芸員の小川原隆彦で国石翡翠編纂の資料として地学研究第12巻第2.3号の副社を入手した際のことであった。翡翠の再発見は学問的にも産業的にも画期的な意味を持つものであった。 しかし、再発見への道を開いた、相馬漁夫はそのことについて口を閉ざしたままで1950年に死去した。宮島博士は、とっておきの翡翠の話ごと、国石翡翠で、相馬が翡翠の再発見について、沈黙を貫いた理由について考察している。とっておきの翡翠の話後では、宮島は次の3つの説を挙げ、それぞれについて評価を与えた。 戦争中だったので沈黙した、戦争の推進に利用されるのを嫌って沈黙した第二次、世界大戦後の深刻な体調不良のため沈黙した一は、戦争時の混乱期に公表してしまった場合の、混乱を恐れて相馬が、あえて発表しなかったという説である。宮島はこの説について、昭和初期の社会的混乱期、特に1931年の流浄故事件を、 発端とする満州事変以後に国が指定した記念物は多いと記述した。むしろ翡翠が中国都来ではなく日本国内の産であった事実が四季紅葉に効果を発揮するものとしてこの説を否定した。2について宮島は相馬が当時大制抑産的な立場を取っていたことを指摘した。この立場からは 戦争の推進目的に有用な翡翠の発見を隠蔽する必要がないことから沈黙は考えにくく、さらに隠蔽が明るみに出た場合は懲罰の対象となりかねないため、その点でも不可解とした。3は、相馬の体調不良について、1942年以降は、左目失明、大腸カタル、排血症などいくつもの病気を抱えていたことを事実と認めた。しかし、 体調が万全でない中にあっても、相馬執筆活動を続け、没年までの間に15冊の著作と多数の国民家や校果そして個人史の歩む者の執筆から編集と構成に至るまでを独力で行っていた。この時期、相馬のもとには、だしゅんや北王子路三人、中村聖子などの著名人を含む人々が訪問している。彼らに、 相馬が、翡翠発見について語ったという証拠は残っておらず、脳は言むものにも、特段の記述は見られない。とっておきの翡翠の話語で3つの説を否定した、宮島は、国石翡翠で、再度の考察を試みている。宮島は1と3について否定的な見解を維持した、ものの、2の、戦争の推進に利用されるのを嫌って沈黙したは、再度の検討の結果、別の結論に至った。 すでに述べた通り、日本には三市内とされていた翡翠が、小滝川で発見されたことは、学問的にも、産業的にも、画期的な意味を持つものであった。しかも、小滝川の翡翠は、私有地ではなく、交友の河川敷に存在したもので、本来ならば発見後すぐに、県や国の機関に報告すべきものであった。縄文時代から利用が見られたものの、 日本国外から渡来したものと考えられていた翡翠が日本国内で発見されたことは天然記念物として重要なだけではなく三種の神器との関連性もあって式揮工用に大いに寄与するものであった。しかし相馬をはじめとした発見の当事者たちはその事実を隠蔽して沈黙に徹している。宮島はこの件について隠蔽を指示できるのは 関係者で最年長のお風であろうと判断した。その理由は、河野が糸井川まで現地調査に来た際に、相馬や伊藤と会っていないこと、さらに旧地の中である考古学者の八幡にも、被水発見について伝えていないことが発見の事実を引得してきたことの証査であるとした。宮島の推定では、4年間にわたる被水引徳が露見しないように、相馬、伊藤、鎌上、 そして大町が相談の上で、1938年に大町が発見したシナリオを作り上げたとする。実際、大町は河野に対して、相馬と翡翠の関わりを話していない。河野は、相馬たちにとって、面会をできれば避けたい訪問者であった。小林から河野のもとに翡翠が送られてしまったのは、相馬たちにとって予想外の事態であり、彼らの立場が、 危機的な状況に陥りかねないことを意味していた。相馬たちがなぜ翡翠の発見を隠蔽して沈黙を貫いたのか、それは翡翠を戦争に利用を利用させまいとした命がけの信念ではなかったかと宮島は記述している。相馬は糸井川に寄住する前、アナアーキストの大杉久志と友人関係にあった。しかし、相馬の編集による 早稲田文学1915年11月号と1916年1月号が危険思想のわああれとして発禁処分となり、それと前後して大杉との交流も断絶している。奇獣後の相馬は、ノのウむ者の,の市場などで転校したことを示していたものの、特攻警察による監視は長きにわたって続いていた。第二次世界大戦の終戦後も、相馬は被災について、 沈黙を貫いた。この点について、宮島は、新中軍による翡翠の没収を恐れ、公表を避けたのではないかと推定している。宮島は、糸井川市第一巻で、翡翠発見年を1938年に変えたのは、監修者で執筆者でもある青木の、意図的な改変と指摘した。しかし、この改変は、相馬による、 ヒスイントクを批判されないための配慮と解釈することが可能だと宮島は記述している。ただし、宮島によれば、相馬の沈黙はヒスを戦争推進に利用されないためのもので、青木による改変はあちこちで矛盾が生じるものであった。宮島は、青木の改変について、編著者の青木にはメリットがないことであり、悪意があって行われたものではないことは明白である。 として、青木の唯一の目的は、強度の偉人である相馬のイメージを下落させないことで、あったと意見を述べた。小滝川の流れに現れる、翡翠原石、2018年9月15日、地球科学者の岩尾周一は、第二次世界大戦後に小滝川翡翠胸近辺の地質調査を行った。この結果は、地質調査所報告ナンバーワン53。 新潟県古滝き産の総長岩及びこれに伴う、翡翠について養業原料の研究マイナスとして1953年に発行された。この報告では、宝石としての価値について、量が少なく濃い緑色ではないので、優れた宝石とはならないとし、むしろ総長岩が養業原料やガラス材料として有望な資源になり得ることを強調していた。やがて小滝川翡翠境は、 日本国内で最初に発見された翡翠の産地として、考古学者や郷土史屋を中心に、歴史的及び文化財的な評価が高まっていった。評価の高まりは、翡翠保護運動につながり、1954年2月には、新潟県の天然記念物に指定された。当時の指定内容は、病状、山下の公玉眼界というもので、指定の地域は曖昧であった。 1954年6月、糸井川町と八つの村が合併して、糸井川市が発足した。糸井川市発足直後の8月、小滝川翡翠橋で事件が発生した。それはダイナマイトで翡翠原石を爆破し、カマスを使って3秒分もの翡翠を盗もうとしたものであった。この事件は運び出しの前に発覚し、犯人は書類送検となった。 翡翠の受難はそれだけで終わらず、同年10月にはさらに大きな問題が発生した。10月末に小原秀則という人物が糸井川市教育委員会を突然訪問してきた。小原は日本宝石工業会社代表発起人という肩書きの名刺を持ち、元国務大臣による紹介状を携えていた。小原の要件は重波の装飾用に、 翡翠の原石をアメリカに10万ドルほど輸出したいというものであった。小原はその見本として小滝川の翡翠2に行採掘したいので許可を欲しいと言い、すでに新潟県からの内諾も得ていると付け加えた。この話は新潟県から教育委員会には何も知らされていない予想外のことであった。新潟県がなぜ採掘という保護とは相入れない行為を許可したのか、それは 外貨の獲得が名目であった。小原は、糸井川市を訪問する前、新潟県庁や県知事を訪問していた。彼はそこで大臣の紹介状を掲げ、被水資源の探査と開発、そして外貨獲得について構想を述べていた。しかし、小原とその周囲には、不審な点があった。8月に発生した、洞窟未遂事件の容疑者は、 小原の会社の関係者だった。しかもその容疑者は、小原の10月の糸井川訪問にも同行していた。ひす採掘に対して当初、糸井川市教育委員会は、指一本触れさせたくないと反対し、糸井川郷土研究会、新潟県文化財保護連盟、考古学会などもそれに同調していた。新潟県教育委員会も同じく、 文化財指定の意義が薄れるなどと採掘不許可の立場であった。しかし、当初は反対していた人々の発言が揺らぎを見せ始めた。これは、小原の背後にいた政治的な実力者が反対派に圧力をかけたのではないかという新聞記事が出るほどであった。11月29日に新潟県文化財保護審議会は結論を留保した。その翌日、 新潟県議会の総務文教委員会で、被水採掘の問題が取り上げられた。その時上がった意見では、文化財としての保護を望む者が多かった。しかし、一転して、被水の採掘が許可された。小原は、被水原石の払い下げ代金として、新潟県におよそ22万円を支払い。 1954年12月18日に2個の翡翠原石がダイナマイトを使って爆破された。爆破後の翡翠は10人の作業員がカマスを使って運び出した。糸井川郷土研究会によると爆破された2個の翡翠は翡翠境の中でも一番値打ちのあるものだった。ところが、小原の申告ではろくなものではない。体積は2立方メートルと3立方メートルとされて、 いたが、実際はさらに大きな体積を持つものであった。ハ原による、翡翠採掘は、この一回のみで終わった。彼が掲げていた、翡翠資源の探査や開発などは行われることさえなく、糸井川の人々は貴重な翡翠原石の一部を永久に失う結果になった。ただし、この天末によって、翡翠の価値が改めて認識された。1955年。 小滝川翡翠橋は国の天然記念物となった。新潟県の天然記念物だった時に曖昧だった指定範囲が見直され、指定地内では翡翠を含めたすべての岩石の採取が禁じられている。天然記念物に指定された小滝川翡翠橋付近では、古生代から中生代に形成されたと考えられる。蛇紋岩体のほか、古生層、中生代ジュラキや。 白秋の地層が見られる。中でも、古生層は前述の蛇紋岩体のほか、地中深くで形成された、様々な岩石が混在したメランジュや、後期古生代の石灰岩体が見られる。翡翠は蛇紋岩体の中に産出し、渓谷内に転石として分布するようになったと考えられている。また、小滝川翡翠郷は、 赤羽山の北斜面の長さ約2キロメートル、幅約1キロメートル、深さ5 0メートルから1 0 0メートルに及ぶ大きな地滑り台の末端に位置している。1991年の融雪期、この地滑り台の末端である小滝川翡水橋一帯で地滑りが発生した。早速、関係機関により翡水橋保全委員会が立ち上げられて実態調査が行われた。 その結果、地滑りが起きた、悲水橋付近のみならず、地滑り台上部の高波地付近から地面の変動があったことが推定されたため、応急的な措置では間に合わないことが予想された。そこで、地滑りの東部では排度を行い、滑りの要因ともなる、地滑り帯の地下水を排水する設備が施行された。そして地滑りの激しかった部分では食打ち、補強鉄筋などを施し、 地滑り末端部のさらなる崩壊を防ぐために、小滝川の護岸工事を行うことになった。排水設備と護岸工事の成果によって、翡翠橋は埋没の危機を逃れている。翡翠王国館1階に展示された原石、2015年1月22日すでに述べた通り、糸井川は翡翠をはじめとする、鉱物資源に恵まれた地域である。糸井川の翡翠は、 マスコミの報道などを通じて観光資源として取り上げられる機会が増えるにつれて日本国内だけではなく世界からも注目され宝石としての値打ちも高まった糸井川には翡翠を求める観光客などが訪れるようになり石の愛好家にとって聖地とまで表現されるほどになった糸井川では地元の翡翠愛好家の尽力によって 翡水園が1978年に建設された。この日本庭園は昭和の小堀演州と称された造園家中根金作が設計と監督に携わったものである。庭園の敷地面積は17000平方メートルに及び入り口近くに置かれた70トンのコバルト翡水原石をはじめ、庭園の極水にも翡水原石が配置されている。敷地内には 翡翠美術館も併設されていて、翡翠製の美術工芸品を鑑賞することができる。ついで1981年には同じく中根の設計によって玉水園が開園した。玉水園は室内から鑑賞可能な庭園として作られ、休憩所には翡翠の一枚板を天板としたテーブルが備えられている。1987年、当時の糸井川市長である、 木島町江門の下で、フォッサマグナや翡翠を活用する、フォッサマグナと地域開発構想がまとめられた。この構想の下で1990年に作られた、フォッサマグナパークに続いて、1994年に、フォッサマグナミュージアムが建設された。フォッサマグナミュージアムでの翡翠原石展示、2018年5月12日、フォッサマグナミュージアムは、 メイン展示の一つとして、翡翠原石を多く所蔵し、翡翠原石の生成から古代の翡翠文化とその消滅、再発見の経緯などを映像やジオラマを駆使して多角的な紹介を試みている。さらにホッサマグナミュージアムでは、人々が海岸などで習得した石の鑑定も行っている。鉱物、化石情報誌のミネラでは、複数回にわたって、 糸井川の翡翠を特集し、探索スポットの解説やコレクターが見つけた翡翠原石の有品を紹介している。糸井川市内には翡翠を見たり触れたりすることのできる場所が市内各地に存在する。小滝川及び大見川翡翠橋では翡翠原石に限らず他の岩石、鉱物、化石などの採取は全面禁止である。小滝川翡翠橋で百九十一年に 発生した地滑り対策工事の一環として、翡翠以外にも様々な岩石の宝庫とも言うべき、小滝川翡翠橋の特性を生かすべく、五岩工事に用いた約4300個の岩石をまず、その岩石が形成された年代ごとに6つに区分けし、さらに種類ごとに並べた学習五岩が設けられた。親淵海岸近くの道の駅、ピアパークそばでは、翡翠コレクターが週末を利用して、 翡翠原石などの露店を出している。日本海から糸井川駅に通じる大通りには翡翠ロードの愛称が付けられ、翡翠原石のオブジェが数箇所に設置されている。糸井川駅近くの翡翠王国館やコレクターが自身のコレクションを展示する施設博物館、小さな糸井川翡翠原石館などがあり、商店や事業所などの店先にも翡翠の原石展示がよく見られる。 翡翠観光には、糸井川氏も力を入れ、地元のバス会社は、翡翠機構や、縁結び寄りなどの日帰りバスツアーを企画している。ツアーの日程には、翡翠海岸、小滝川翡翠橋、ヒス園などの翡翠に関わる名所巡りや、翡翠のブレスレット作り体験などが組み込まれ、翡翠と糸井川を短時間で経験することが可能である。商工会議所などの企画により、ヒスネイルや、 翡翠カクテルの展開など、翡翠を利用した商品開発も進んでいる。アメリカ合衆国の鉱物学者、ジョージ・フレデリック・クンツ、1856年から1932年は、1913年の自著ザ、キュリアス・ロア・オブ・プレシャス・ストーンズで、日本の国石について推奨がふさわしいと記述した。クンツは、国石に関する概念を初めて提示したことで知られるが、 気水研究にも貢献している。クンツには日本を訪れた経験はなかったが、明治年間に山梨県などで加工された日本式総称と呼ばれる水晶の標本類がアメリカ国内に輸入されたことや、エドムント・ナウマンの弟子で東京大学の和田綱志郎の著書などを参考に決めたという。ただし、日本の国石としての水晶はほとんど認識されておらず、定着もしていなかった。 クンツの記述から約100年を経て、日本鉱物科学会は、学会の一般社団法人化事業の一環として、国医師選定事業を行い、2016年9月24日に、筆を選定した。これに先立って、同年5月10日、地質の日に合わせて、日本地質学会が、各都道府県の象徴として、県の医師を発表していた。これを受けて宮島が、 国立科学博物館の宮脇立郎に国石選定について話を持ちかけたところ、宮脇が学会の一般社団法人化事業として行うように働きかけて実現に至った。選定の手順は、まずワーキンググループによる国石の条件に関する議論を行い、選定に必須な2つの項目を設定した。ついで必須ではないが望ましいものとして三つの項目を 決めた。ワーキンググループが設定した必須な二つの項目と望ましい三つの項目は以下の通りである。日本で広く知られている国産の美しい石であること。鉱物科学や地球科学の分野はもちろん他の分野でも世界的な重要性を持つこと。長い時間、広い範囲にわたって日本人の生活に関わり利用されていること。その石の産出が 現在まで継続し、野外で観察できること。野外での見学が法律による保護などによって持続可能であること。ワーキンググループは次に選定方法について議論を行い4段階のプロセスを決めた。ワーキンググループが叩き台として国石の条件を揃えていると思われる石を10種類程度一時候補として挙げる。 一時候補の情報を日本鉱物科学会のウェブサイトに掲載し、学会の中にとどまらず、一般からも国市候補の推薦を含むパブリックコメントを募集する。一時候補と公募候補についてワーキンググループが討論し、最終候補として5候補を選抜する。学会の年次総会で5候補から会員の投票によって国市を決める。 選定について一般にも文句を開いたのは、できるだけ多数の人々の関心を集め、国医師候補にその意見を取り込む目的があった。そして最後は会員による投票で決めることとなった。まず、ワーキンググループは一次候補として、加工岩、輝き安港、玄武岩、佐野キ医桜井師、黒曜石、自然菌、水晶、トパーズ、翡翠、 無人岩の11種を選んだ。ついで一般からの公募候補には、大谷医師、赤間石師、安山岩、観覧岩、剣運母,母、黒子、結晶変岩、琥珀、サザレイ師、スズリー師、石灰岩の11種が選ばれた。ワーキンググループはこれら22候補の中から、最終候補として、花崗岩、輝きす子、自然菌、水晶、翡翠を選んだ。これらの候補は、 国医師の条件1から5の各項目について詳細に検討された。投票は2016年9月24日、日本鉱物科学会の総会で実施された。学会員がそれぞれ無記名で投票し、有効投票数の過半数を得たものを国医師に選ぶが、1回目で過半数の得票を得た候補が存在しない場合は、上位2候補による決選投票を実施することになった。 1> 第1回目の投票では、翡翠48票、水晶35票、輝き公港23票、自然金10票、花崗岩8票という結果であった。上位2候補による決選投票では、翡翠71票、水晶52票となり、翡翠が国石に選ばれることになった。糸井川ユネスコ世界ジオパークでは、翡翠の国石選定を受けて、カンバッジや、 ポスターなどのグッズを作成してその PR に努めた。フォッサマグナミュージアムでも、国石となった翡翠を様々な面から扱った、書籍、国石翡翠を2018年に発行している。大見川翡翠郷糸井川地方に限らず、日本国内での翡翠産地は、天然記念物として、保護の対象にしているところがよく見られる。しかし、その指定があっても、洞窟事件が、 たびたび発生している。大見川翡翠橋では、20世紀末の1998年と1999年に、規模の大きな破壊と洞窟が発生した。そのため文化庁との協議の結果、被害にあった翡翠のうち重量102トンと46トンの原石を移動し、翡翠ふるさと館内と青海総合文化会館の前で、それぞれ保存することになった。 宮島博士は、翡翠の洞窟について、次女、翡翠って何だろう2019において、このようなことが今後も続けば、糸井川市の河原や海岸で見つかる川瀬見は、どんどん減ってしまうことでしょう。未来の人も楽しみ、学ぶことができるように、手で持てないような大きな翡翠の不法な採取はやめましょう、と警告した。さらに宮島は、日本の国石、 翡翠バラエティに富んだ鉱物の国で持続可能な活用の考えとしてワイズユースを紹介した。宮島はワイズユースの考えを翡翠保護に適用して十分な保護と活用の対策がなされた上での翡翠探しは人々に楽しみをもたらすだけではなく地元への経済効果も期待でき将来にわたって持続可能となると指摘した。翡翠海岸かつて 糸井川駅に近い海岸は砂利浜で広大な面積を利用して子どもたちが野球に興じるほどであった。この砂利浜には姫川から流下したり日本海の波に打ち上げられたりした翡翠が存在した。その後砂利浜の面積は年々狭くなりテトラポットが設置されたために波打ち際に近づくことさえ混乱になった。砂利浜消失の原因は 港湾工事による特定の存在や土砂災害防止のために河川に作られた砂防堰堤によると推定される。小滝川や大見川などの砂防堰堤が土砂とともに、翡水の流下までもせき止めたために海岸までたどり着く翡水が減っている。翡水は他の岩石より重いため、海岸に打ち上げられたとしても他の石の下に潜って見つけにくくなるという。そして、 海岸にある翡翠は波に揉まれて砕かれ、やがては砂や泥程度のサイズとなって消滅していく。消滅に至る前に海岸にある翡翠を採集することも、翡翠の保護と活用につながる。宮島は、砂防園堤がせき止めた砂礫で満杯になった時に、翡翠を含む砂礫を海岸まで運搬することによっても、持続可能な翡翠の活用が図れるとしている。 ホッサマグナミュージアムの竹の内港は、砂防園庭について一つのアイディアを提唱している。それは、小滝川翡水橋の少し上流に、砂防園庭を作れば、翡水橋への砂礫流入が激減するため、やがては砂礫によって、現時点では埋没している翡水の巨礫が次第に、露出して文字通りの、翡水橋になるであろうというものである。宮島は、翡水橋のグレードアップにつながる。 このアイデアにとても画期的と高い評価を与えた。糸井川以外の翡翠産地はいずれも1970年以降に発見されたもので、質や美しさでは糸井川産のものにはるかに及ばないと評価される。朝鮮半島で見つかる翡翠製品は糸井川原産のものである。富山市のホームページの記載によると、竹紐を使って切りもみの容量で穴開け実験をしたところ、 三時間かかって一ミリメートルの穴をうがつことができたという。寺地遺跡は長蛇が原遺跡と同様に玉作りと石符の生産を行っていた。一号住居跡は日本国内で初めて官方にされた翡翠工房跡として知られる。翡翠の先行では穴の壁面に見られる昨今と先行途上の未製品に見られる中央の突起から先行の際に 中空の水を回転させたことが推定される。ただし、竹のみでは翡水をうがつことができないため、翡水より高度の高い物質や水を竹と翡水の間に入れる必要がある。玉作り部とも表記する。弥生時代以来各地に存在した玉作集団を大和朝廷に仕える部として組織したもの。森光一はこの冠について、白木の影響を指摘している。 藤田によれば、このうち青色の紅玉まが玉1個は、ガラスの可能性があるという。鳥取県津郡若狭町に産していた若狭翡翠は、1963年頃に発見されていた。しかし、保護の手がてを講じる前に大半が採掘され尽くして、しまったため、天然記念物への指定ができなかった。長崎県長崎市三重町の、 長崎三重海岸翡翠は1978年に発見され、同年発見地の一帯が長崎県の天然記念物、三重海岸編成鉱物の産地となった。宝石としての価値は低いものであったが、報道などで翡翠の存在を知った人々が取り尽くしてしまったため、一帯には翡翠がほとんど残っていない。ワイズユーズ・ラムサール条約において提唱された考え方。 湿地の生態系を維持保全しながら、その湿地を人類の利益のために持続的に利用することである。ありがとうございます。